ボンゴとは、マツダが販売しているキャブオーバースタイルのワンボックス商用車並びに派生車種の乗用車及びトラックである。商用車用途をメインとしたキャブオーバースタイルのワンボックス車である。以前は、乗用登録のワゴンも販売されていたが、現在はバン、トラックのみの販売となっている。また、高臨小型ダブルタイヤをこのクラスでは2016年のマイナーチェンジで廃止されるまで、 長らく設定していた。初代は小型ワンボックス版として当時のベストセラーであり、ワンボックスカーの代名詞としてその名を広く浸透させた。かつて自動車のスタイルの故障であるワンボックスカーという名称が一般に定着する以前はボンゴ型車やボンゴ車と呼ばれが出したボンゴの名前はと言われたほどである。中国地方の中高年層は ワンボックスカー全般を指してボンゴということもある。しかもこの事象は日本だけではなく、キアで現地生産されていた影響で韓国にもあるとされる。日本国外ではマツダ E シリーズとして販売されていたが、現在では国内専売車種となっている。三代目と同時に発売されたフォードスペクトロンをはじめ、OEM 供給による数多くの姉妹車が国内外に存在する。 過去には韓国のキア自動車でノックダウン生産された。トヨタ自動車が2007年7月にタウンエース、ライトエースの受注を一時中断し、同年12月にインドネシア製の新型が登場するまでの5ヶ月間、このクラスの商用車はボンゴ3姉妹のみとなり、生産も松台車による独占状態となっていた時期があった。2019年4月にはボンゴブローニーンが トヨタ自動車からの OEM 供給を受ける形で約8年8ヶ月ぶりに復活。他社に OEM モデルとして供給されていたボンゴ自身が OEM となるのは同社の長い歴史上初であった。2020年に松田は商用車の自主開発、生産から完全撤退。これによりボンゴも上記インドネシア製の OEM 供給に切り替わる形で フルモデルチェンジすることとなった。プラットフォームはワンボックスカー用 SS プラットフォーム及びトラック用 SE プラットフォームが用いられていた。F8 型ガソリンエンジン車は特殊車を除く一般的な自動車としては最後の手動チョーク採用車であった。4WD 車は全車リアに LSD が標準装備されている。ワゴンは 基本的に、ボト限定車を除きエアコンは、ディーラーオプション。2WD の4欠ホイール車は、ハブボルト仕様である。この型のバンの後期型 4WD においては、副変速機付きであったため、巨大な 4WD デカールや、4WD ロゴ入りのフロアマットなど、他車道クラスのバンと比較して、異例なほど 4WD であることをアピールしていた。キア自動車では、ワゴン版が、 ベスタ、プレジオ、トラックがワイドボンゴの名でライセンス生産が行われた。なお、1997年にフルモデルチェンジが行われ、ボンゴフロンティアとなるが、オリジナルのボンゴとはプラットフォーム以外関連性はない。2004年にはさらにモデルチェンジが行われ、ボンゴ3となり、親会社の現代自動車のポーター2と姉妹車となった。ボンゴブローニーは、 ボンゴをベースとしてホイールベースを延長した上位車種。クラスとしてはボンゴのミドルクラスワンボックスに対しハイエース、レジアスエース、キャラバン、ホーミー、ファーゴ等の最上位級ワンボックスに所属する。初代と二代目は自社開発であったが、三代目は五代目ハイエース版、二代目レジアスエース版の OEM となる。ガソリン車、SKE6 ディーゼル車、 SK54、SK56、SKF6、SKFHV SK。ありがとうございます。